さあ今回はですね、高校3年生受験生向けのですね、夏の勉強法数学に絞ってお話をしていきますが、まあ、おそらくですね、多くの方が塾に行かれているでしょうし、まあ、かつね、塾に行ってない方は学校の方でですね、かなりその受験指導というのがされていると思いますので、その先生方の言うことをね、しっかりと信じて取り組んでいってください。先導多くてじゃないですけれども、やっぱね、いろんな情報を聞きすぎて迷って勉強がしづらくなるっていう人は結構いるのでね、まずは身近な先生の言うことをきっちりと信じていくということが勉強の基礎基本として大切なところだと思いますので、やっていってほしいかなと思います。で、まあ、一応そうじゃない人というか、ちょっと本当に勉強に悩んでいる人のためにですね、今回の動画が役に立てばいいかなと思っています。で、高3の夏でですね、まあ、高3の夏の勉強法っていうふうに言っていて、まあ、数学の話をしていくわけだけど、まあ、得意な人と不得意な人で勉強の仕方って大きく変わってくるかなと思います。で、ぶっちゃけ数学得意な人がこの動画見るってことはほぼないと思いますので、得意なのにちょっと高3の夏の数学の勉強法を見ようって多分なってる人あんまりないと思うのでね、ぶっちゃけ得意な人もそのままの勉強を進めていけばいいと思います。まあ、1個アドバイスをするとすればですけれども、早めにですね、二次試験の過去問見た方がいいと思います。二次試験の過去問に取り組めっていうわけじゃなくって、1年分とか 2,3 問で構わないので、ちょっと手を出してみるといいと思いますよ。まあ、そうすると自分の今の実力と、志望校との距離感っていうのが ある程度測れると思うのね。今の現段階、いくら数学の得意な人でも今現段階で入試問題すらすら解けるっていう状態は結構まれです。そういう人もたまにいますし、そういう人を見てやべえって焦る気持ちもあるかもしれないけれども、まあほぼないです。現役生の場合はあんまりね、この時期に解いても合格点いかないことがほとんどなので、そんなに気にしなくていいかなと思います。まあ、ただある程度問題を解いていけば、傾向とかさ、どういう勉強が必要かっていうのは分かってくると思うんだよね。自分の志望校の問題解いてみた時に、うわ全然こんな問題解いたことも見たこともないし手がつけられないみたいな問題あると思うんですよ。でいざ解説見てみると、あ、これやったやつじゃん、あ、ここの部分ってこの単元だったのか、あ、こういう発想が必要だったのかみたいなことで、いろいろな気づきが出てくると思いますんで、まあ、それをもとにね、問題集を選んで問題集取り組むとか、そういうふうな形になっていくのかなと思います。だから、まあ、得意な方はね、一回志望校の問題、二次試験の問題に目を通しておくってことが大切かなと思います。あんまりね、今の時期にね、共通テストの点数とかにこだわらなくていいと思いますよ。ある程度解き慣れてくれば点数って上がっていくし、なんて言うんだろう、実力がちゃんとありさえすればね、共通テストの点数ってちゃんと取れますので、そんなに心配しなくていいかなと思います。さあ、ここからですね、ちょっと数学があまり得意ではない人のためにお話をしていきましょう。ですので、得意な人はここから先動画閉じて大丈夫ですよ。心配しなくて大丈夫です。頑張ってくださいね。さあ、得意じゃない人ですね。どうしようか。困ってますよね。どっからやっていくのかって話なんですけれども、まずは弱点を見つけていこう。高校2年生の勉強法のところとかでね、関数の復習しなさいとかいろいろな話をしているわけなんですけれども、もう高校3年生になってくればもう全部やんなきゃいけないのでね、やる順番をまず決めていくっていうところが大切になっていくのかなと思います。で、弱点の発見の方法なんですけれども、こういうものがいいかなと思います。共通テストでもセンター試験でも何でも構いません。過去問でいいので、をちょっと使っていきましょう。まあ、共通テストが一番いいのかなと思いますね。今年行われた共通テストを使うっていうのでいいと思うんですけれども、時間無制限でいいから解いてください。時間無制限。ここがポイントで、得意じゃない人が今のこの段階で時間を測って解くってあんまり意味がないので、時間無制限で OK です。無制限つってもなんか2日とか3日とかかけちゃダメよ。それあんま意味がないので、まあ本当は1年だったら70分あるけれども、まあ90分とか2時間以内ぐらいが目安になるのかなと思うんですけれども、とにかくね、時間無制限で解いてみてください。で、時間無制限で仮に90点とか取れるんだったならば、それね、そんなにね、不得意じゃないと思います。要は単純に解くのが遅いとか、共通テストの形式に慣れてないっていうところが原因なんじゃないのかなと思いますので、あまり気にしなくていいと思います。でね、得意じゃない人ってね、時間無制限で解いても時間制限内で解いてもね、あんまり点数変わらんのよ。実は多分10点ぐらいしか変わらないと思います、マックスで。そんなもんなのでね、時間無制限解いてみてください。で、そうすると自分の、得意な単元とか苦手な単元、いくら数学が得意じゃないと言っても、まあ、できた問題とできなかった問題って出てくると思うんですよね。で、それをですね、分析していって、順番に勉強していくのがいいのかなと思います。で、これ非常にいいなと思ったので、僕も参考にさせてもらったんですけれども、ドラゴン桜ってあったじゃないですか。あれのですね、単行本の3巻ですかね。で、出てきた受験マトリックスっていうね、考え方、付箋を使う考え方で非常に良かったので、
しかもですね、ちょうどそれの専用のサイトが立ち上がってましたので、あのリンクここに貼ってありますから、それちょっと見てみてくださいね。受験マトリックスのがあったんだけど、まあ、どういったものなのかっていうと、まあ、こういうふうにですね、ま、表を作ってあげて、できた、できない、得意、不得意と、まあ、詳しくはね、あのリンク先のサイトを見ていってほしいんですけれども、自分がこう解いた単元を全部ね、こう付箋に書いていくわけです。二次関数っていう付箋、三角比とかっていう、こう付箋ね。本当はもっと細かく単元を分けた方がいいような気もするんですけど、まあまあざっくりとで構わないので、こうやってね、単元ごとにこう付箋を作っていくわけですよ。で、得意でかつできていた問題があったならば、そこにこう付箋をこう貼っていく。二次関数はできた、付箋を貼るとかね。で、得意だけれどもちょっとできなかった問題、三角比の問題がちょっと得意なのにできなかったなってなったら、まあ、ここにこう付箋を貼っていく。で、付箋を貼る、付箋を貼るみたいな感じで、あの自分のですね、できるできない、得意不得意っていうのをこう可視化していくわけですね。目で見ていくわけですね。で、こう付箋をこう貼っていくわけですよ。で、そうすると、あの自分がやらなきゃいけない勉強の優先順位が分かっていくじゃない。あのできていて得意だったものであれば、別にもうこんなの勉強後回しでいいわけですよ、ね、あの逆に得意なのにできてないと、これちょっと問題がありますよね。あのやっぱりこれはこっちに持っていきたいはずなので、ここの勉強を一番目にやっていきましょうと。で、次に、あのできたけれども不得意だったもので、できてるってことはある程度ね、こう手が出る、覚えていられる、覚えている公式が多いものだと思うんですけれども、まあ、不得意だって自分で感じてるってことは、できてるものをね、あのちょっと意識を変えていけばいいだけの話だと思いますので、まあ、こっちをやっていく次にね。で、できなくて不得意な単元って、まあ、多分これが一番面積が大きく作ってあるのは、まあ、そういうことなんですけれども、ね、あの一番いっぱいあると思いますので、まあ、これ後回しにしていけばいいわけですよ。っていうふうな感じでこう勉強していって、まあ、1週間に1回過去問を使って、過去問とかさ、あの予想問題、予想問題です、なんていうの、マーク式問題集とか売ってるでしょ、河合塾とかからね。ああいうのを使っていって、あの定期的にね、またカシャってサメとか取りながら記録をしていくわけです。そうするとどん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 これが移っていくじゃないですか。で、これがね、なるべく全部左上に集まるように、していくっていう勉強法がドラゴン桜で紹介されていて、非常にいいなと思ったので、あの参考にさせていただきました。こうやってですね、得意じゃない人は、不得意な単元をこう把握していって、できないものを把握していって勉強していけば、効率がいいのかなと思います。なのでね、共通テストの問題、センターの過去問なんかうまく使いながら、こういうふうにね、効率よく学習していってほしいかなと思います。はい。で、あのね、点数にこだわるのはもう二の次、もう不得意なんだから、あの点数出ないから、そんな簡単には。あの共通テストってやっぱりある程度高得点を取るまでに時間がかかるものですから、あのね、しょうがない、それは。あの時間かかるから、点数にはこだわらずに一個一個の単元をちゃんと潰していってください。で、当然ですね、じゃあ例えば三角比の勉強何ですればいいのかって話ですけれども、まあ、それは塾に行くなり、問題集使うなり、何を使っても構いませんから、とにかくね、自分が勉強しやすいものを見つけてください。もちろんね、数学の取説使ってもらえるならばありがたいですけれども、もうこれまでにですね、あの使ってきている問題集があるんだったら全然それで OK ですので、勉強しやすければね、あのそれでどん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 やっていってください。いいですか。で、やっぱりね、あのこういう言い方をするのもね、ちょっと心苦しい部分はあるんですけれども、本当にね、あのやばいなと思ったら、塾に行くっていう選択肢はすごくあの大切になってくるかなと思います。もちろんね、お金がかかることですし、ご家庭に負担がかかるのでね、皆さんの一存で決められない部分はあると思うんですけれども、でもね、あの自分が行きたい大学に落っこちてしまうことの方がやっぱり問題だ、問題というよりもやっぱりなんていうの、納得いかない部分だと思うのよ。とか、その万が一それで落っこちて浪人してしまった方がお金がいっぱいかかったりとかするわけさ。なのでやっぱりね、あのお金を自分で買ってもらう、ね、お金をお家の方に買ってもらうっていう感覚でですね、塾や教材っていうものに投資をしてもらうっていうのが大切なんじゃないのかなと思います。あの効率の悪い学習をね、あの進めていて、要は自分が使いづらい問題集とかを進めていって、全然学習が進まないような状況であるならば、もうやっぱりね、それを続けていってもあんま意味がないんじゃないのかなって正直思うんですよ。あのちんたらちんたらやっててさ、もう今日3ページしか進まなかったよみたいなね、そんな学習していったって絶対に追いつかないわけだから、やっぱりね、学習塾であったりとか、まあ、あるいは映像教材、まあ、僕のね、こう本であれば、まあ、映像ついてますし、そういったものを使ってですね、キャッチアップしていくしかないんじゃないのかなと思ってます。はい。厳しいこと言いますけれども、もう落ちたら意味がないので、意味がないとまだ言わないですけれども、せっかく勉強して落ちるの嫌じゃないですか。どうせやるならやっぱりね、結果を追い求めていってほしいかなと思いますので、そこはね、ちょっとお家の方にもご協力をいただいてですね、塾等々を検討していくのがいいんじゃないのかなと思います。あの、うん、不得意なのにね、自分で勉強していって得意にするって相当厳しいですよ。あの僕も今まで受験生いっぱい教えてますしね、僕自身が
受験生だったことももちろんあるわけなので、より実感してますけれども、そんなにね簡単に自学自習で上がるものではないと思いますので、覚悟を決めてですね、勉強していてほしいなと思います。あとは何よりね、その効率の良い勉強みたいなものを追い求めるよりは、やっぱり勉強時間をきっちり確保するってことが大事だと思います。高校3年生の受験生であるならば1日10時間以上は絶対勉強できると思うんだよね。もう部活も終わってるし、あの授業時間とか込みですよ。例えば夏期講習で、授業を3時間ぐらい受けたら、あと7時間ぐらいは十分実習できるでしょ。あの10時間以上はやった方がいい、やった方がいいというかやれるでしょ。やらなきゃ無理よ。あの僕も高校3年生で夏、あの部活を引退してから夏休みの間勉強してましたけれども、普通に13時間とか平気でやってましたよ。あのやっぱね、それぐらいはやらないとね、現役で受かるなんて無理っす。本当に覚悟決めないと。あのちんたらちんたら1日数時間勉強して受かるみたいな、そんなも甘いもんじゃないので。いいですか。あのもうがっつり、まあ、もう自分が持ってるパラメーター全部受験勉強に全振りするぐらいじゃないと、あの不得意な人は特にね、あの受かんないですよ本当に。あのこれ数学だけの話じゃなくて、英語が不得意とか理科が不得意、国語が不得意、何でも構わないんですけれども、あのここから受験勉強に 全時間を全振りするぐらいの感じじゃないと受かんないのでね、あの余計なことちんたら考えてる前に、まずは勉強始めていってください。いいですかね。最低でも1日10時間は勉強していくべきなんじゃないでしょうかね。はい、それぐらいの気合と覚悟を持って、この夏過ごしてみてください。頑張ってください。